さあ今週も始まりましたミュージックファンアイビー、音楽プロデューサーの蔦谷浩一です。杉浦美咲です。さあ今夜も素敵なゲストにお越しいただいています、スカイさんです。よろしくお願いします。お願いします。はじめまして。はじめまして。嬉しいです。こちらこそです。光栄です。はじめましてということで初対面、はい、ということで早速お話たくさん伺っていきたいんですけれども、まずは蔦谷さん、はい、こうスカイさんにどんな印象をお持ちですか。スカイさんはですね、僕最初に知ったのはビーニーっていう あの AP ですか、はい、あのアルバムというかそのに、収録されてフロアイズマインか、それから遡ってあのラップスター誕生とか後から後発的に知ったんですけど、そうなんですね。でうわすげえ人が出てきたなと思って、でいろいろ、まあ、YouTube とかを見させてもらったりとか、ラップスター誕生からのこのストーリーも、まあ、僕はリスナーっていうか視聴者として見させてもらって、非常に聡明で、まあ、あの大学院まで行かれてとか、そういったところもフィーチャーされがちですけど、ものすごいエネルギーが強いなと思って、とにかくかっこいいなと思ってます。すごいかっこいいと思ってます。ありがとうございます、はい、いや光栄です。恐縮であるとともになかなか、まあ、本当におっしゃった通り覚悟を込めた EP だったので、うん、それは、まあ、全曲覚悟を込めて作ってはいるんですけど、うん、まあ、それをこう聞いてくれる人が、うん、ちゃんと受け止めてくれてるっていうのは、はい、すごく嬉しいことだなと思います、うん。スカイさんが作る音楽についてたくさん深掘りしていきたいと思います、はい。では現在の音楽活動についてあれこれ聞いていきたいんですけれども、一番最初に音楽に触れたきっかけっていうのは何だったんですか。これ僕が覚えてる限りでは、幼稚園の時に家の父がオレンジレンジさんの上海ハニーを流していて、幼稚園の時に、うん、幼稚園の時にでそれが多分一番最初の音楽の記憶だったと。5歳とか6歳とかそんぐらいですか。そうですね。で僕が実際に自分で音楽をディグり始めたのは小学校高学年ぐらいの時かな、うん、YouTube でひたすらこう、うん、調べることができるようになってから、うん、なんでその時はもっと洋楽かな、マイケル・ジャクソンとか、はい、ブライアン・アダムスとか、うん、そういうのを聞いてましたね。あ、でも比較的ノリのいい感じですね。そうですね、うん、ビデオも含めすごくハマった記憶があります、うん、ただまだヒップホップではなかったんですね。ヒップホップじゃ全然なかったです。あ、うん、そこから実際にその音楽活動になこうするきっかけみたいなのはあったんですか。実際に音楽活動をするのようになったのってもう去年とかの話なので。すごい。そうなんですか、はい、それでこれは才能、うん、カバーとかはしてました。ただそれ遊びっていうか、まあ、誰でもしうる。あ、ギターとかですか。あ、いや、僕は歌うだけで、うん、友達がギターを弾いてリードボーカルが2人でバンド組んで、なんかそのバンドっていうよりもなんか集いみたいな、うん、でなんか大分 の地下道で、うん、なんか 歌うかみたいな楽しい。まあストリートでやるみたいな。はい。それはどんな歌を歌ってたんですか。それは、ほぼ洋楽で、うん、ワンダイレクションとか、うん、ビッグバンとか、うんうんうん、いろんな曲を歌ってました。へえ、それで歌もいけるのか。歌はすごいですよね。そうですかね。でもやっぱラップをする前から歌は歌ってたので、うん、好きで、まあ、風呂でも歌うし、ラップ歴よりまあ歌の方が長いっていうか、断然 3,4 倍長いです、うん、そういうことですね。あ、そうなんだ。どうしてそこからこうラップをしようって思われたんですか。高校1年生ぐらいのタイミングでがっつりラップにハマる時期が来るんですよ、うん、でそれは韓国のヒップホップが始まりで、うんうん、その韓国のヒップホップにはその韓国には Show Me The Money っていう日本でいうラップスター誕生みたいな番組があって、うん、でそれのシーズン3を初めて見た時に、わ、こんなに魂感じる、音楽があるんだと思って、それに出場しているアーティストとかをめちゃくちゃ掘り始めてからもうどんどんヒップホップにハマっていったっていうのがあって、うん、あ、その番組きっかけなんだ。きっかけ でずっと韓国ヒップホップを追っていて、うん、だからそのラップに対するその興味っていうのがグッとこう高校生活の中で出てきたっていうのがありますね、うん、そっからアメリカのヒップホップに入っていくのはどういう経緯でいくんですか。それも、高校の時に先ほどおっしゃったその YouTube チャンネルを一緒にやっている相方のジョンっていうやつがいるんですけど、うんうん、あいつと出会って。あ、同級生なんですか彼は。学校違うんですけど、うん、路上ライブたまにカホン叩きに来るやつで。そうなんですね。で
彼から、ラップを教えてもらったりしてて、あ、大学の時に彼がタイラー・ザ・クリエイターがやばいっていうのを言ってきて、はいはい、うん、タイラー・ザ・クリエイターで聞いてみても全然ハマんねえなみたいな一瞬だから、こう時間が経つにつれてどんどんその良さに気づいていって、うん、そこから US の曲とか、あ、じゃあUS を聴き始めたのは意外と大学入ってからって。あ、そうですね、結構最近。本当に最近です。あ、本当に最近。でもその大学院まで、ね、行かれてるっていうことですけど、うん、その大学院まで行った上で、あの、やっぱり音楽に絞っていこうみたいな風に決断されたっていうのはどうしてですか？そうですね、大学院まで行ったのはもちろん学者になろうと思ってたからで、その後もう助教授、准教授、教授っていう風な道がもう見えてたんですけど、うん、まあ、23年間くらい生きてきて、やっぱ自分が仕事をしてない時に、うん、なんていうか休む時にやってることが一番自分の好きなものだと思ってたんですよね、うん、でその時には僕はあの音楽を聴いてたんですよ、うん、で周りを見てみると、大学でなんか俺の同じ同級生とかって休み時間にも研究してるんですよね。なるほど。論文のために研究してる。あ、俺はこいつらには勝てないと思って。あ、で、まあ、順当に行けば大学教授の道があったわけで、どっちを選ぶかっていう時に、やっぱ自分の人生では音楽が一番好きだとなんか音楽やその他のアートを鑑賞している、うん、作る時間が一番好きだっていうので、うん、覚悟を決めて、もうこれまでのそのキャリアらしいキャリアっていうものを捨てて、うん、音楽を作ろうと思いました。続いて、現在どのようなスタイルで楽曲制作はされてるんですか？まちまちなんですけど、ビートメーカーのユインっていう、やつが基本的にこの前の EP は全部トラックを作っていて、でタッグでやることが多かったんですけど、その時はだいたい世界観を2人で1回明確にして、でこの世界観で1回ビートを作ってみてっていう風に言って送ってきて、ここはここここ言いながら書いて、そこからまた編曲してっていう風に。なんかその YouTube で見ました、なんか Zoom みたいな感じで打ち合わせしてるやつありましたね。あの当時コロナ禍だったので、はい、なかなか会えずに。あの違う、距離が違うんですか？どこに住んでる？ユインは新潟にいて、自分は福岡にいたので。どうやって出会ったんですか、2人は？同じクルーをしている、僕とユインとクルーをやっているティオっていうシンガーがいて、彼が僕を見つけてくれたんですね、最初に、でティオがお前と話が合うビートメーカーがいるよみたいな、うん、絶対話し合うからつなげるわみたいな感じでつなげてもらいましたね。それがもう一昨年の11月ぐらい。ほんとつい最近の話です、ね、最近です。でも本当に昔からやってるよかのような2人のサウンドと、まあ、非常にマッチしてますよね。そうですね、まあ、本当仲がいいというか、うん、本当に人間的にすごく合うし、うん、僕にとってはもう最高のパートナーというか天才だと思ってます、うん、で今後も一緒に作り続けていく感じですか？とは限らないというか、うん、作り続けるものもあるんですけど、うん、まあ、いろんなトラックメーカーであり、自分で作ってみたりとかしながら、うん、あ、自分でもやれるんですね。はい、やろうと思ってます、うん、その中で何かこう楽曲制作においてこだわりのポイントとかありますか？こだわりはとりあえず自分がかっこいいと思うものを作らないといけないっていうのは大前提で、誰もやってないことをやるっていうのが一番ですね。本当にここ何回か言ってるんですけど、僕はもうアーティストってもアートをしないといけないって思ってるので、ラッパー以前に自分はアーティストだと思ってるので、アートってやっぱりオリジナリティのあるものだったりとか、人が見せれない景色を見せるって、なんかそれが一番だと思ってるので、なんか そこは意識してこだわりを持って作ってます、うん。スカイさんが蔦谷さんに聞いてみたいことがあれば。日本の音楽を実際そこまで、うん、なんていうか聞いてこなかったんですけど、うん、J-POP にしかない魅力っていうものがあれば、うん、よく伺っておきたいなと思いました。あ、なるほど。これは間違いなく J-POP にしかない型っていうのがやっぱあると思うんですよ、うん、コード進行だったりメロディーだったりとかあって、
ミファミレドで終わる曲めちゃくちゃ多いとか、ミファミレドいろんなところに入りがちみたいなとか、まあコード進行もいくつかパターンがあるんですね。これはもう本当洋楽ではほぼ使われないものみたいな。でそれに辟易としてるミュージシャンもたくさんいると思うんだけど、多分外国の方が聞いたら意外と新鮮だと思うんですよ。なるほど。でそれが実は少しずつサブスクのこう成熟とともにバレ始めて、それであのシティポップが流行ったりっていうかここ数年あったりとかだと思うんですけど、うん、まあ、それとは別に最近藤井風さんが海外でものすごいバズったりとかっていうのも、そういうサブスクの成熟とともにだと思うんですね。だから日本人はそこをあのなんていうんですかね、あんまりこう卑屈にならずに胸張ってやっていっていいと思うんですよ、うん、日本にしかないクールなものってめちゃくちゃあるよなと思って、うん、そうですね、うん、だから僕もそのラップ、日本語はラップに向いてないっていう話をよく聞いてたので、うん、昔からでもそんなことはないだろうっていうか、うん、なんか本当に日本語にしか出せないラップの魅力もきっとあるはずだし、うん、本当にクールなものっていうのは、うん、自分らのこのうちにしかないものってきっとあるはずだから、うん、なんかそれを売り出したいなっていうか、自分もアイデンティティは日本にあるものとして、うん、なんかすごい思ってました、うん、英語と韓国語をこう使って、うん、すぐ海外のスタンダードにこう合わせようと思ったら合わせれるんだけど、うん、それは嫌だっていう、うん、その日本で日本のまあなんていうんですかね、民族的には違うけど自分は日本人として、うん、なんか世界に対抗できる、うん、何かを探したいなってずっと思ってます、うん。